さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日2組目のゲスト、この方々です。どうも、日本の社長です。よろしくお願いします。お願いします。日本の社長でございます。2回目か、ね、来ていただいて。そうです、はい、ね、ほんまにお笑いブロスっていうね、雑誌の。なんで私の教師になってんの。あ、そうです、日本の社長がね、はい、なぜか、うん、ありがたいことにない、うん、すごいね。あ、辻ケツ別々でインタビュー受けてます。あ、そういうのはあるでしょ。でもじゃないよ。いや、ありますって。いやいや、別バージョンで。いやいや、レアじゃないでしょ別に。あら、まあ、これはあれな。まあまあ、ちょっとなんかめくっていくんですちゃんとネタ見てくれるんってんや。え、全部、うん、ネタ見てくれてたんやって思いましたね。どこを切り取ってるの。え、分かんないっすよ。前後ないと分かんないっすよ。何に対しての話か。え、ケツはもう何も言うてへんの。いや、言ってます、言ってます。ケツ何も言うてへんの。いや、活字ゼロなわけないでしょ。ケツ何も言うてへんやろ。どうせ。さ、その、なんかエロ本の見方やめてよ。なんか、ちょっとだけ開くやつさ、もっと開いたらいいじゃないですか。閉じれるやつ。ケツはね、大したこと言ってないよ。ケツくんのセリフでしたね、これはね。あ、そうなんや、今のは、うん、あ、そこを切り抜いてそこをパッと出してますね。すごいね、ほんまに。そうですね、僕ら作品として面白いものを目指してるんで。え、じゃ恥ずかしい。恥ずかしい。あんま読み上げないでしょ。まあまあ、恥ずかしいのだけやめてください。ね、もうでも日本の社長はあれでしょ、ね、もう4月から東京。あ、そうです、はい、東京に、はいはい、どこ住むんですか。うんうん、一応僕は代々木らへんを。代々木、あら、まあ、どういうとこなんですか。いやー、家賃高いやろ。もう代々木、あ、でもなんかもう分かんなかったっす、高さも。高すぎて全部なんか大阪よりね、大阪と比べて今住んでるとこどの辺、何倍ぐらい。今住んでると、大阪で住んでたところ何倍ぐらい。 2.5 倍。うわー、それやっぱり2倍すんのかね。なんで今どの辺とか言わなきゃダメなんですか。いや、聞きたい、好きやん。ぼんやりとって。そう、ぼんやりとろ。そんな聞きたい、聞きたい、ぼんやりと。ケツはどこ。ケツはまだ決まってないか。あ、新しい家はまだ決まってないです。あ、そう。その見に行く日だけ決めてるんですけど、うん、どこにしよう思ってる、うん、大体。まあなんか、まあ理想言えば、まあ目黒とかそっちの方がいいなと思う。あ、やめてほしい、そういうこと。しやめてほしい。やめてほしい。とても気になったんだけど。ケツはそういうとこ似合えへん。似合えんわ。あ、もっと、うん、下町っぽい。下町がえ、うん、あ、ケツはね、葛飾区の金町。なんかあんま芸人から聞かない。ようさん住んでないでしょ。ようさん住んでないです。いやー、行ってほしい。まあ、ええー、とこ上野とかね。あ、うん、赤羽とか。赤羽いいやんか、うん、ケツ似合う。似合うわ。こっからのプラン変更きついですよ。ある程度なんか標準定めて言ってるんですよ。ケツの目黒はないわ。目黒はどう、目黒はどういう街なの。いや、それおしゃれなね、うん、あのいろんな業界の人も多いし、いろんな人住んであるよ、はい、目黒って。ほんまに、まあちょっと、うん、まあいい街ではあるってことですね。いい街ではあります、もちろん。ただケツには会えへんって。目黒の人に嫌われるってことか、僕が。でも目黒自体、目黒区自体がもうちょっと受け付けない。そうでしょ。まあ入っていくあかんくないでしょ。いや、ケツあるわ。港区とかあかんから。え、港区ってのは港区女子とかよ、いいところ最近言いますよ。六本木とかあるんですよ、はい。大阪はちなみにどこ住んでたの。今は堀江です。いやー、じゃ別にどこ住んでるの。めっちゃ理系にしようやってますから。ちゃんと言われたら金払ってますもん。いや、それはそうなんやけど、ケツはそういうとこじゃないって。しかも昔ノブさんが住んでたとこらしいです。ノブさんがお世話おるときに、うん、なんか、ご家族で住んでたんかな。ファミマの上。いや、なんで言うねん。夜12時に閉まるファミマの上言わんねえよ。すぐ分かる。24時間じゃないですよ。ちょっと不便なんですよ。ああ、ほんま。はい。これ言えないんや。はい、ケツはどこやろ、大阪やったら。大正。大正か。ああ、大正。いや、こっちは僕は住んでました。僕住んでたよ、大正、はい。伊豆王商店街とか。ああ、こっち住んでたって昔。僕、平尾商店街。めちゃくちゃ遠いとこ住んでた。遠いな。チャリで40分かかるんですか、ナンバー。すごい、何組か行くんやね、東京。あ、そうなんですよ。
もう、うん、そうです、はい、漫劇から漫才劇場から6組、うん、6組か、おー、6組も、はい、一気にちょっと、はい、なんで決心したの、何なんかきっかけあったの、東京行こうかみたいな、あ、なんかなんとなくですけど、うん、今意見行かんくて行けんくなったら、なんか行けんく、なんかなんとなく行くタイミングなくなるより一回行って、うん、なるほど、別に帰ってきてもいいかなっていう、あ、そうか、はいはい、とりあえずみたいなのもありました、ね、年齢的な方法もうなんかその、うん、で賞レース的な、うんうん、向こうでもちょこちょこやってるしね、仕事はね、日本の社長はね、あ、ね、でもそんな来られたらな、うん、ルミネなくなるやんとか誰が中垣さん脅かすんですかそんな人って職員もいないですよ、分からんよ、いや、そんなことないよ、満劇でええやん、なんか不満あんの満劇のじゃあ強さが満劇してください、そしたら俺らトレードしてなんで俺はいかん、あんな薄暗い薄暗いとこ、薄暗ないです、明るいですよ、薄暗い、あの楽屋みたいな、なんかようわからん、なんか広いとこ、要するにソファー置いてる暗いとこ、朝早い時来てますまだ電気つけへん時の、うん、そうか、やっぱストレス溜まるのかな、はい、そう思ったら、いやいや、反撃では悪くないんです、悪くない、はい、あ、そうなんですね、一回まあまあ東京出て、まあ今東京大阪もそんなね区別もないから、そうですね、みんな行ったり来たりしてるし、すごい反撃がよくしてもらいすぎて、あ、そうなの、なんかすごいいろいろ任されすぎて、うん、このままだったらちょっと甘えてまうっていうのも、ちょっと良すぎてて、ちょっと軽く、あの待遇がなんかすごい良すぎて、僕らの、あ、そう、昔は嫌、うん、やから待遇悪いから東京行ったけどな、そうそうそう、そう勘違いしてまうぐらいの、あ、そうなんかいろいろ優遇されたり、優遇され、ちなみに満劇ってみんないくらもらってんの、ちなみに佐々木くんは金、ちなみに、まあ、早いですよ、いや雑誌行くのも早いしなんでな、全部なんかサブのとこばっかり連れてきますよ、いや気になんねん、そう、まあ、でも僕ら の, その、まあ、10年前とかと比べたら、うんうん、まあ、もうバイトせずに食えてる人は増えてるんかもしれない、多すぎますね、ちょっと、マジで、はい、もう、はい、何屋さんキズとかもバイトしてないですし、誰やん誰って、それまあギリですけど知らないですか、何屋さんキズは、あ、知ってるよ、3人組でしょ、ああ、そう、3人組やね、うん、あ、でも食べていけてるっていう、まあ、ただまあ今ちょっとオンラインがね、はい、あるんで、それでちょっとあのギャラが増えたりとかもありますから、ね、デビュー当時どれぐらいだった劇場出て、日本の社長、2000円とか、2000円か、当時は1個500円とか、ね、4回、はい、ああそうか、1回500円とか、はい、世界か、でほんまに月その2000円とか3000円とか、あ、でまあほんまもう置いたらもらってへんようなもんでしたんで、うん、できへんような、なるほど、はい、でその当時まだ買い取りシステムとかもあったんで、うんうん、まあ、チケット、それでマイナスの人は見せますよね、乗るまで、はい、売れへん時はマイナスって、ああそうなんや、はい、でケツもちゃんとギャラ持ってんの今もらってますよ、なんで僕だけ査定厳しくないんですか、もらってんに決まってるじゃないですか、ケツは同じだけもらってますよ、いやケツはもうたあかんわもうボランティアで芸人やってるぐらいバイトしてそうそうバイトしてぐらいがちょうどいいわ、ケツはお笑い好きちゃいますよボランティアでやるほどそんなやんないけどやってくれるな、いや、はい、面白いもんね、日本の社長は、ほんまにね、先輩後輩やねんね、あ、一応、はい、はい、が1個上で、はあ、え、どっち組もうと思ったきっかけは、一応あの、うん、仲は良かったんですけど、うんうん、で僕がピンでやってて、うん、ケツが違うコンビで一応、うん、あ、活動してたのを解散して誘ってきたって感じです、ね、あ、ケツの方から、はいはい、あ、先輩に、はい、なりませんか、はい、アインシュタインと一緒や、先輩、ああ、そうやね、なあ、よ、な、うん、よう先輩に言われへんけどな、コンビ組みませんみたいな、そう、あ、それはあれですか、よう言うなってことですか、それでも厚かましいってことですか、いや、厚かましいなんか言うてんけど、いや、気付かへん先輩に、うん、コンビ組もうなんて、うん、ずっと先輩と後輩で行かなあかんやん、そっから、ああ、なんかそういうのあるやん、ずっと、うん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 、同期やったら全然
何なんその顔話聞いてへんやん聞いてへんやんもう後半聞いてへん聞いてますめんどくさがってリスナーさんに勘違いされますやんこれ今声しか届いてへんねんからいやそうなあ何か気使うやんあまあでもその時まあその一応まあ仲良くしてもらってた先輩で、うん、まあ一応気使うどころかベロベロで、うん、みんなの前でノリで誘ってきましたけどそう20人ぐらいの時で「鶴さんもねやりましょう」ね、誠意が感じれへんようなまともに言って断れたら恥ずかしいんで言った勢いではいで、まあ、振られても「そんな冗談ですよ」とか言える準備だけして恋愛とかでも最低なやり方最低のやつやな、はい、恋愛とコンビ組むの似てるって言うてるからなかなかまあでも言いにくいっていうのはあるみたいよやっぱさ俺ら兄弟やからあんま分かれへんけど、うん、はいはいはい他人コンビとかすごいあるみたいよそういうのああならあるやろねそういうのねなんか半年以上迷うみたいな、うん、誘うまで誘うかどうかだいぶ迷ったそれ迷ったあ僕は迷ってなかったですあそうもう辻さんにはい、うんはい、もうただうんいやほんででもそれ僕は誠意感じられなかったんで、うん、2、3ヶ月はちょっと起きましたけど、うん、あの泳ぎしたというかそんなの予定答え待ってる時間がずっとあってもで、うん、結局組んだんですけど、うん、組んでネタを合わせるときに、うん、あのまあおもろいと思って声かけて思うじゃないですか、うん、ネタ合わせるときに、うん、あの感じ俺のピンネタのあの感じでやりたいって言ったら、うん、あそれ見たことないですみたいな、あじゃああのこっちの方のやつあ見たことない僕実はすいません一本もネタ見たことないまずなんで誘ってなんちゅうか衝撃的やったんですよすごく、ね、僕結構やってたんです3年ぐらいピンでやってたんですはいはい、はい、で1回も見たことないいや普通は見てねしかもあネタおもろい思ってね誘ったただただ飯おごってる先輩のネタも見るじゃないですか見る見るその関係でも見てなかったですよ普通袖で食いついて見るぐらいで仲いい先輩とかやったらそう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 しゃべってるその人となりで分かるじゃないですか大体分かんないこの人おもろい人かどうかとかあなんとなくそういうのが感じ取れたんや、はい、もう別にネタ見るわけでことでもなく、うん、そうですねはい、うん、この人やったらいけるわみたいな感じいやみんなあかんで決まりがないネタ見てましたけど腹立つわいちいちなんか気になるな気になるただそんなんそうそう見てもらえてると勘違いしすぎですよね誘われたらそら思うっすよねうんどんなんかやっぱりそういう俺を思って誘ってくれたそらそうやそこ見てると思うのね第一にはそんなんじゃないねそれは人様々ですから、はい、そうなんですか僕はたまたまそういう人間やったってだけでそういう人間やまあでも今に至ってますからそうやなうまいこと言ってんねんからそうねこれも大阪のお仕事とかはなんか整理していくとかそんな感じなのあでも一応レギュラーが一応2つあるんですけど、うん、それは、うん、あの大阪の枠というか、はい、大阪芸人の枠になるんで、うん、僕らはそうなんですよ卒業してみたいな卒業しないといけないあら、はい、いやーおーすごいねほんまにすごいよな決断だって、うん、もう辻君36やもんな、はい、あ結構いってんのねはい、はいうん、だから結構いってんかなそうやな、行くか行かんか言うともう行った方がいいもんな、36やったらなケツは65歳かえ、今ってことですか今、いや今65歳65歳何でも32じゃんごめんごめんダブルスコアになってるんですよいやもうケツを見てたらなんか腹立つね よう呼びましたねなんか腹立つやつ何やろな、何ちゅうて言うたらええんかなこの感じなんかね、うん、なんか昔俺らの若手時代にいてそうな感じ二丁目とかそうそうそう、うん、昔のね時代にいてそうな感じそうそれ絶対やめてるでしょ昔やめたやつ昔やめたやつ思い出すでしょいやいやそんなことないけどすっごいなんか見てた買いに行かしたいもんななんかもうちょっと買うてこいって言いたい全然違うの買うてきてほしいわここみたいだけでしょ怒られるの似合うよねあ確かに、うん、いや、うん、確かに怒られやすいかもしれないですねなあ、はい、いやなんか怒られんのがすごい得意というかあんまりあのなんか些細なことを一回言ったことあるんですよ、うん、なんか例えばあの、うん、
靴のかかとまだ踏んでんねやみたいなことを、そっからなんかスイッチ入ってこいつが怒られ顔しすぎて1時間ぐらい喋ってますよ、うん、なんで俺がそれ乗せてもうてる気持ちが、なんか怒られに行くんですよ。あ、そうだ、多分言い返しておもろだったらいいなぐらいのことを言った時に、こいつ怒られに行くんですよ。ほう、通わらそうとしてるんか分かんないですよ。あ、やっぱりそうだ、それが、もう聞いてないやろみたいになるんですよ、こっちも。ああ、はい、そっか、話聞いてない。だからそれがさっき、まあ、顔に出てたんや。あ、出てた、そうなんや。じゃあもうええ、もうええわ、みたいな。もう遮断してるみたいな。そう、そういうとこがあるのかもしれない。うん、もう、通帰りたい。時間きっちりやらせてもらいます。予防にはしてくれへん。あ、いや、いいんやと何もでも言ってますけど。なんで出番あるん今日は。出番、いや、ありますけど、まだ空きますんで、だいぶ、うん、別にエンディングまでおろうと思ったら僕らは別に行けますけど。いや、おるんやったらおったってもええけどみたいな、そんな確かに、ちょっと確かにそっちがほのめかしたんじゃないですか。そっちって言うの。そっちそっちって言うの。言ったらそっちでしょ。そっちって言うの。うまいな、お前。やっぱ怒らすのうまいな。そうだ、言ったあの時もっすわ。これちょっと2人で話になったんですけど、うん、あの一回漫才劇場の裏口から、うん、僕らがなんか夜結構遅かったんですかね、うん、遅くても9時10時ぐらいか、うん、で出た時に、うん、あのレイジさんがいはって、たまたまご家族かなんかで通りかからはって、はいはい、裏ね、うん、ほんで、うん、ケツがなんかそれを無視しようとして気づくので、レイさんが俺や俺やみたいな、多分ヤバいやつに声かけられたみたいな感じの反応しとったんですよ、うん、ほんでむしろ、あ、ちょっとレイさんやって、俺や俺やって、あ、すいませんどうすみたいな、うん、ヤバい人かと思いましたわみたいな話やと思ってたんですよ、僕は。それはそっちの説でしょ。そうで、僕はちょっと遅れて後ろついたんで、うん、あ、ケツヤバい人に声かけられたと思ったらレイジさんやったんやっていう話やと思ってたんですよ、うんうん、じゃあ最近いきなり舞台でいきなりあのこの間レイジさんに蹴られてとか、僕の記憶ですけど、そこは何まで外歩いてたら後ろからガラガラ寄せにバーン蹴られたんですよ。言うかね、誰かお前邪魔くさいんだよこらみたいに言われて、パッて見たらヨーヨーみたいなレイジさんやったんですよ。レイジさんがまあ冗談で蹴ってくれはったんですけど、あの夜中の帽子してマスクしてメガネしてるレイさん、僕、うん、誰もそ気づくわけないじゃないですか。え、ほんでこれは僕は、まあ、レイさんがあの通りかかって冗談で蹴ってくれ入ったっていう記憶やったんですよ。ただあの相方はなんか、うん、いや蹴ってはなかったやろって言う。そうで、その僕は蹴った、まあ、蹴ったとか見てなかったんですけど、うん、ケツの、うん、その後の反応が、うん、テンション低すぎて、普通蹴られたら、うん、蹴られたら普通やめてください、ちょっとびっくりしましたわ、うん、とか、うん、なっていうテンションでいくじゃないですか、うん、安心して、うん、でもそのレイさんがネタバラした後もずっと、うん、なんか変なおっさん、じゃあ変なおっさん蹴られたテンションで、そうやん、ちょっとなんか返しとしてテンション低すぎるやろ、そのもし蹴られてたら、うん、でだから僕は蹴られ蹴ってびっくりしたんですよ。いや、なんやっていうのを待ってたの、こっちも、はい、なんでほんまにうっとうしい。まず蹴りましたよね。うん、蹴った。いや、蹴ったってポポって蹴って、ちょっと軽くパーって蹴ってね、はい、そう蹴ったの後ろに僕がおって、うん、僕の後ろにも 3,4 人おったんですよ、うん、これそのまま行ったんですけど、こいつ一回もそう蹴られたってこと言わないんですよ。だから誰も知らないですよ、レイさんが蹴ったっていう、そのいやいや、違うみんな蹴ったと思うやん、こっち見てると思うから、蹴ったは当たり前として、なんか盛り上がろうとしないですよね。おもろい話じゃないですか。蹴られたと思ったらレイジさんやったって、うん、歌騒いだいじゃないですか、うん、そうレイジさんやめてくださいよ、何してんねんぐらい、聞いてくださいみんな、あるよな、一回盛り上がらずに、あ、すいませんって、なんだマジで、だからびっくりしたんですよ、あの人蹴られてたんや、蹴られてたし、じゃあレイジさんもご家族おったからなんか、うん、あんま騒いでレイジさんが悪者みたいなのもあれじゃないですか。お前のせいやし、お前のせいリアル悪者になってる、いやいやリアルになるから、それやったら、僕もバッ蹴られてほんまヤバいおっさんやと思って、うん、パッと見たらレイジさんやって、うん、ちょっと、いや理解できへんかったんですよ、その放心状態やったんで、うん、レイジさん早しいじゃないですか、ほんでなんかパッて行かはって、いや放心状態が長いねん。
いやそうすぐ切り替えな俺って分かった。ちょっと待ってくださいよ、うん、そう何してんねん盛り上がる、ね、そう放心状態がずっと続いてたやろ最後サリーワまで。いやまあいやそう、まあ、でもいや、うん、めっちゃ寒い時期やったしなんかいやそんなことないびっくりしますわそうレイズさんって言うてほしかったこれケツ、まあまあ、ケツ蹴らんとってくださいよケツだけにぐらいまではやっぱりしつこいぐらい行った方がいいんちゃう。そうそうそうもうええもうええいうぐらいまで、うん、確かに。え僕蹴られて文句まで言われてるんだよ。蹴られてってさ蹴ってもらったよ一旦 CM で引き続き日本の社長でございますさあ引き続き日本の社長ねはい、はい、ありがとうございます、ね、えこの間音楽フェスというのがねフジテレビで深夜で番組であって芸人フェスみたいな、芸人さんギター弾いてたんですけど、うん、ケツ君と一緒やったんですけど、うんはい、あもう楽譜ミントも弾けて覚えてきたんや。ほう。はい。え？それ思い出したい。そのそっけない返事。うん。なんなん？そんなん覚えてくんの当たり前でしょみたいな。もうええってもうほんま。まだなんやみたいな。うん。いやまだ楽譜弾いてあるんやみたいな。いや違う違う違う。確かに。強さは思うの遅かったんですけどいや良い子の浜口さんとかもうそうそうたるメンバーって僕はちょっと緊張感があってもねスタジオ練習からも一緒で、まあ、同じアコースティックギターやったから横で、まあ、強さと一緒やとか思いながらでも強さなんかずっとなんかギター音ちっちゃいなとかちっちゃい文句ずっと言ったらいや聞こえへんかったやんギター自分の音がそうまあちょっとドラムとか音大きいでなんか確かにこいつ大阪でも言ってましたよ帰ってきて、うん、なんか剛さんとかとやってたんですけど、うん、なんかずっと、まあ、誰もこれ俺の音聞こえてないって言ってやりましたとか言ってなんかめっちゃ悪いやつみたいなそうそう俺いるんかみたいなことがでも言ってたよだって音聞こえへんからなでもすごいね2人ともやんの一応ギターはい、はい、あそっかえ辻はバンドあそうそうあそうそう何ちゅうバンドジュースゴクゴククラブっていううわあ言うてもってません聞いてませんいや聞いてんねんいや2人でねあの YouTube であるんですよ、うん、あ永遠にギターだけあるネタがあれもう100回ぐらい見てるんですよ あそれはギター漫才という交代でソロでお互いにブルースめっちゃおもろいよそれあれがもうめっちゃおもろいね一ボケだけしてずっとギターソロ回すそうちょっと一緒にやってくださいいややりたいもんあれあそれ3人でめっちゃいいやりたいやりたい面白いなほんまにボケなしやでそっからそっからほんまにラナリじゃ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 すごい、ね、そればっかり見てますけど、ね、メールも来てますけど、ね、ああそうです、この方はね東京都の方ですね浪人生、東京在住日本の社長さんのファンのものです4月から東京進出されるということでお二人のネタを生で見れることを今から楽しみにしておりますケツさんは東京で浮気していたという情報がありますがやはり東京来たからには派手に遊ばれるのでしょうかちょっとほんまにすごいじゃんほんまにいやほんまにちょっと女性カツはもちろんほんまにいやいやいいよ座って座ってもうおさむ師匠で十分やったちょっと来てんねん女性関係がこの方もねスタッフが誰か止めないよまずマリマリさん大阪の方ねケツさんよくテレビで二股をしてるというのをバラされてますが本命の彼女に怒られたりはしませんかじゃあ何をこんな印刷した紙に赤線引いてまでおかげですか読もうとしてる東京行くから余計それできるわなそうなんやどうなんそれ女性方面はいや結構遊んでますねえ遊んでんの？ケツが？各都道府県におるかぐらいの。なんか方面。マジで？イメージないわ。名古屋、大阪だけ。あと東京。十分おるやん。いや違うね。まあそれはなんかちょっとまあちょっとそういうことがあったんですよ。ほんでそれがあのバラされてテレビでもなんかちょっと言われて。ほんでなんかちょっと歯止めきかんくなってその、うん、まあ出させてもらってるテレビとかでもまあなんか毎週そこなんか蒸し返されたりとかして彼女は今いてんのでそっから結局今もっかいぶるなもっかいぶるな彼女は別れたんですあ別れたのかはい年明けてからも別れたんですけど振られた、うん、振られましたはいほら
なんで何が原因って浮気してるからやろしてんのかいしてんのかいなそれはそうですよ何もバレているんですよその彼女は許してくれてたんですよあずっと、はい、ずっとでも彼女も我慢できるようになって多分あそうですはい、うん我慢できるやってもうあの出ていきますっていうことで一、うん、人で荷物全部まとめても出ていくあ一緒に住んでた同棲してたんやそうですね、はい、あの上でじゃなんでそれ言うのあその堀江の堀江のそうですよ、ねはい、でもなんか今の時代って結構そういうの厳しいじゃないですか確かになんか浮気とか結構炎上するような、はい、でもあのテレビも全然放送もするし、うん、あとテレビの公式ツイッターでも、うん、もう上げてまうみたいな感じだったんですけど、うん、一回も否定なんか否定的な気がなんか誰も怒ってないそうだけど、ねはい、誰も彼女一人だけ怒ってるっていうそうですね世間は全く騒いでないっていうそんなしたあかんやろみたいなのなかったのこいつは最低やみたいなのは、まあ、なくてあ、そうなんや。あ、そうなんや、そうなんやみたいな。珍しいな。ちょっと炎上覚悟の。僕は覚悟してたんですよ。そうね、普通ね。うん。はい、この時代やし、でテレビも出てるし、いっぱい。それはもう言われるわな、普通言われるや。見てる人が、そんだけ、うん、あ、こいつこんなやつなんやって、うん、認めてんのかもしれんよね。うん、だから普通のことなのかもしれんね。そういうイメージ。あ、もう許されてるってこと、うん嘘ついてるもんだって目が、うん、そういう人間やと思ってんのみんながみんな結ああもう僕のことはそんなまともなやつやと思ってない思ってないのかもしれない多分なるほどねなんで手の裏かきながら喋ってるんですか手の甲や手の甲や僕も今まさに裏表分からなくない今そのね女性の話になって今たらっと汗かいてるけど、うん、何にもそんなクレームなかったら焦る必要もないあ確かにそうやな急に汗出てきたもんな何なんか今聞かれたらこれなんか女なんか大事な今そろそろ口説いてみようかなみたいなあそれはいけないですいけないですけど、うん、まあその、うん、そのちょこちょこ遊ぶ方はいてるからその、うん、はい なんかもし聞かれてたらみたいなどう気にしてんの今あそれはいいですよだって、うん、もう次は君と付き合うからみたいなことを言ったりしてる人はいてないんでいてないはいいてない君と付き合うよ、はい、だから別にほんで、まあ、もう彼女と別れたから僕別に今言ったらフリーやから別に誰とどう遊ぼうか別にね、うん、その問題に俳優が言うやつやいやいや俳優さんが言うやつやつや流れたからそう答えてるだけじゃないですかうわ俳優さんが聞かれたみたいなでもモテるっていうことそれだけあそうなんかいやモテないですモテないですモテないですけどほんなどうやってそれだけいろんな女性とお付き合いできんのよどういうタイプの甘えるタイプの女性にそうあ女性の前では僕いや最初は甘えないですよおいやそれはだから最初はまあちょっとあの、うん、まあちょっと、うん、クールに行ってクールにはい、うんほんで仲良くなったら甘えて、うん、まあそういう一面もあるっていう僕の幅みたいな、うん、幅見せて幅と奥行きを見せて奥行きもはい計画的にパンスか何が幅と奥行きや何が幅と奥行きやちょっと広い幅とああはい、そうなんだからそれは考えてみよう、うん、それは下町っぽいとこ住むのに目黒住んだ方が、うん、そのとこに住んでんのってなるでしょ今後もいやまあまあ確かにそのためそういう出会いもそれも込みでね出会いも期待してんね一応東京行ってまあ期待してますよそれはあそうなんそのやしまあでこの僕が今彼女と別れたっていうことによってまたね、うん、その、うん、界隈の動きも変わってくるでしょうし界隈にどの界隈ですか目黒界隈どの界隈目黒には届いてないと思うんですよ目黒もほかの放送流れてるでしょいやもちろん流れてる、はい、目黒に流れてるなびく方もいてるかもしれない目黒の女性がそうそうそうどういう人が好きなの理想のタイプみたいな理想のタイプは、うん、中身的に中身的でも何でもいいああまあ、うん、でもやっぱちょっとこう、うん怒らへん人がいいですそれはむずいんじゃん怒らすの得意そうやから浮気するけど怒らへん人がいい浮気声だな
あそんな人かな見つかったよな目黒でそうおらんでみたいな顔しながらおらんでしょそんな女性おらんよそれは目黒とか多分余裕がある方が多いと思うんで心の余裕がある方が多いからそれやったらまあちょっとね僕のことをこいや俺いや、まあ、優しくケツねこう出んのはええねんけどもうケツの理想は俺の中での理想やで、ね、50半ばの人と付き合いしてほしいすっごい年上とあこういいっすねちょっと年上の方とそう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 いうのがええと思うわ、うん、で面倒いろいろ見てもてる方がええと思うケツはいやでもいや、うん、もうほんまいや、うん、年下好きなんですよいやな申し訳ない20代からそれは申し訳ない、はい、ごめんごめん20代がいいさあそれではそろそろセリフやお時間でございますいやいやおかしいおかしいおかしいえお時間今の話で終わるんですかもうしょうがないなこれは時間やから時間年下が好きっていう年下と浮気したいって話だけで終わるそうそう、まあ、浮気ちゃうやんか彼女もあまあまあ確かに別にね出会うきっかけを求めてますと目黒でねあそうです、はい、これからうろうろすんねんから、まあ、別に目黒以外でもいいじゃんじゃあ広げて、はい、家もう目黒だけにしましょうなんで僕を目黒に閉じ込めるんですかさあなんか告知があればはい、はい3月29日に、うん一応卒業の単独ライブが、うん漫才劇場であります、はい、またよろしくお願いしますまたお願いしますはい、はい、さあ本日のゲスト日本の社長でございましたありがとうございました